2012年の野口2015年の野口2015年の野口野口境内は、茨城県龍ヶ崎市出身の日本のスポーツクライマー。東洋大学附属牛区高等学校を卒業。東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科を中退。身長165センチメートル、体重49キログラム。2000年、小学校5年生の夏に、 家族旅行で訪れたグアムのゲームセンターでフリークライミングを体験する。帰国後もクライミングへの興味を持ち続け、自宅近くの筑波市にオープンしたばかりのパンプ、スポーレクライミングジムに通い始める。小学校から中学校に進学する期間の春休みに開催された全日本ユース選手権では中高生を押しのけて優勝し、天才少女の出現と話題になった。 2008年7月、フランスのモントーバンで開催されたボルダリングワールドカップで優勝し、日本人としては2000年リードワールドカップの平山裕二以来女子としては初めての優勝となった。秋のリードワールドカップでも入賞を続け、2008年度から新設されたクライミングワールドカップオーバーオール部門で初代女子チャンピオンを獲得した。 2019年8月に開催された2019アイフスククライミング世界選手権大会では2020年東京オリンピックスポーツクライミング日本代表選考対象の大会となり8月20日の女子複合種目決勝館において総合2位となり野口は世界選手権の日本人選手最上位に与えられるオリンピック日本代表選手内定を獲得した 2021年8月6日、2020年、東京オリンピックスポーツクライミング女子複合決勝で、総合3位となり銅メダルを獲得した。なお、野口自身は2020年東京オリンピックを最後に、現役を引退することを表明している。第15回ボルダリングジャパンカップ2020年2月、8から9日。ありがとうございます。